スペイン、ホセ・マリア伝説、長峰京内著。アルバイシンの歴史。サクロモンテの西側に広がるアルバイシンの丘は、かなり広い面積を持つ。アルハンブラ宮殿の北側の崖の下、ダール川に面してすぐに坂が始まる。それはグラナダのメインストリート、グランビア・デ・コロンの東側の裏通りまでの約1キロ四方の広さになる。それぞれの丘からの麓からの道はどれもが細くて急な坂道である。例えばヌエバ広場に面してある裁判所の横から丘を登ろうとする。するとその狭い道の両側にはレンガ造りに漆喰で固めた二階屋が密集している。空き地があるとすれば住むには耐えられなくなって壊された家の跡だ。石畳の道は長年の人間の靴底にこすられてツルツルに滑る。おまけに犬と猫の排泄物が至る所に古いのや新しいのと取り混ぜて陳列されているから、その匂いとともに歩行は辟易と難重さを強いられることになるのだ。そんな時には屋外に住民の姿は一人として見えない。外来者を部屋の中からうさんくさそうに伺い見ているような雰囲気が感じられる。喘ぎながら上に行くに従って様相が少しずつ変わってくる。頭の上に青空が近くなり、建物も集合住宅的なものから白い塀を持ち、その中に高い樹木にまぶしい緑の葉を茂らせている屋敷の構えを見せたものになっていくのだ。そこはまた狭いながらも美しい庭を作り、ハケ壁の一部には何十という色鮮やかな花の鉢が吊るされているのである。鉄柵の扉を開けて通りがかりの人々を無言で迎え入れている家もある。そういう庭付きの家のことをアルバイシンではカルメンという。可愛らしいという意味を込めてだろう。